うららマッシュいる？あなた最近ミルクで切り起こすから甘いのはマッシュでいかがです？はい、最近ね、ハルとうららはね、あのミルクだとちょっと下痢を起こすというね状況で、多分ミルクがねそんなに合わないんだと思う、体質的に。もうなんでマシュマロで、あーだー持って逃げた、あー持って逃げたこの子たちは今もうマッシュを食べさせることにしてます。まあミルクはね、多分乳酸菌とかそういうのも入ってるからね、あの、まあ、ミルクの成分で腸がゆるゆるになるんでしょう。あの人間でいうところのその牛乳飲みすぎてお腹ゆるゆると同じな気がする。ちなみにね、あれ？いた、あっちゃんはミルク派、マシュマロをむしろあげてもね、一口二口かじってねポイってする。まあミニは来るんだよ、ミニは来るんだ。でもねこの子ミルクあげてもあのお腹ゆるゆるになってないからいいんだけど、ほら見てはいる。マッシュよ、マッシュ、これいるかい、マッシュ、マッシュ、マッシュそんなに好きじゃないんだろうな。ほらこの子の好物は多分ミルクだね。指につけたら舐めまくりだからね。ハルくんどこにいんのかなと思ったら、あそこにいたわ。ご飯は食い散らかした後、最近ね、ひまわりの種が気に入ってちょこちょこあげてるけど、うー出てきた。何どうしたの、マッシュ欲しいの。ハルくん、ハル、ハルくん、ハルくん私よ、ハルくん、これマッシュ。あ、気づいた、気づいたけどどのルートで行こうか悩んでる。一直線で行けねえって、乗り越えなきゃならねえぜってなってる。はいマッシュ、はいマッシュ、欲しい、あれくん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 、あそこペロペロしてる。あ、いいよ、で多分ね持ったらすぐあの奥行くから。はい行った食べるときは定位置に行く、あそこが好き。多分ね、あのこのご飯の中にドライフルーツがちょっと混ざってるんだけど、ドライフルーツをね多分そこで食ってたんだろうな。あそこの落ちてるものを見たらわからないかな。いや、うんちしか落ちてねえな。あ、でもこれ緑色のがあるから、これキウイフルーツっぽいな。ちっちゃいキウイフルーツ食べてたっしょ君、この中に入ってるちっちゃいキウイ、多分それ食べてたな。あの緑色そうだもんな。わかるかな、このこのここのところに緑のやつが1個あるの。俺、あ、わかるかな、緑の破片がね、あのペッペカスの上に乗っかってる。わかんねえかっていうか、お主たち上のハンモック的なあのカゴぐっちゃぐちゃにしすぎじゃない？ちょっと明日お掃除の日だから、明日ちょっとケージ直すわ。まあぶっ壊れてるわけじゃないからね、ケージに置いてるものが移動してるだけだから全然いいんだけど。じゃこっちは逆にね、移動がない、同じ位置に大体ある。でカジカジはしてる、強いて言うとあの人参ちゃん、白い方の人参ちゃんだけあのカゴの中から出てるぐらい。ここは移動するものもないね。子供たち遊ぶということをねあまり知らなくて、強いてあってあのカラカラ回すだけなんだよね。他はなんか夫婦仲良く暮らしております。うん、いいね。うん、最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リンコでした。バイバーイ。